ちは。こんにちは。じゃあ早速質問します、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい、今回インターンシップに参加したきっかけはマイナビで説明会の予約を探してまして、そこで目に留まったので参加しました。はい、では、インターンシップを始める前の経験を教えてください。はい、使用したアプリは、ビジュアルスタジオ、ユニティ、イラストレーター、フォトショップなどがあります。あ、それを学校かなんかで勉強してたってことですか？はい。はい、わかりました。では今回、インターンシップでやった内容を教えてください。今回インターンシップでやった内容は、スカイリムのモッドについて について記載した、動画や記事の作成、COCOS2DX を用いたブロック崩しのゲームの作成を行いました。はい、それぞれ具体的にどんな感じでしたか？どのような感じかと言いますと、はい、スカイリムのモッドの方に関しましては、はい、ましては、どのように導入するのかや、うん、最後の方に少しだけモッドの、どのようなモッドがおすすめなのかを紹介しました。はい、ブロック崩しの方に関しましては、はい、夏をテーマにしたような感じで、うん、氷を並べた氷を弾で破壊して壊していくような感じにしました。はい、完成はしました。あ、残念な、ゲームの方に関しましては、はい、COCOS2DX の方をあまり触ってないということもあり、うん、完成に至ることはできませんでした。はい、終わりました。では今日でインターンシップ最後ですけども、インターンシップを終えての感想を教えてください。はい、今回は初めて、数日間に及ぶインターンシップを初めて経験しためになりました。他のインターン生と交流することができたのも良かったと思います。3日間短い間でしたが本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。